にも知らない。はい、ということで始まりました視聴者参加型ストリート動画2第22回ということでやっていきます。ドロメ、今日は28日、もうね、明日ね、今年のストリート最後におそらくなると思います。もうね、来年のことで俺はほんま頭いっぱいですけど、まあ、精一杯やっていこうと思います。ドロップドックワークスはチャンネル登録者数、そして高評価を求めております。それ一つ一つがね、こうバズるための要因になりますので、どうかね、チャンネル登録してもらえたら嬉しいなと思いますということで、頑張っていきます。どう、はい、ということでストリート終わりました。寒いよ、はい、今日の歌詞はということなんですが、今日はもう良くなかったね今日はね、一瞬止まったね、いっぱいね、なんかな、人はいてんけど、ね、やっぱ寒すぎるな、止まらんな、年末だしねそう、やっぱな、そうそう、本来やったら俺この年末年始はやらへんから、ストリートそうそう、ちょっと今回レアパターンでやってたけど、ね、みたいな、やっぱ早めの方がいいから、遅めでやってみてんけど、ちょっと良くなかったかなって感じです。まあでもね、明日もあるんで、明日はね、水位のコーナーとかもやっていこうと思うんで、こうご期待、頑張っていきます。じゃあコメント返し、コメント返しのコーナー、はい、ということでやっていこうと思います。まず、みくちゃん、みくちゃん、かつやくん、今日もお疲れ様です。髪の毛切ってめちゃくちゃ可愛かった。髪切ったね、可愛いね。今日も生配信やけどめちゃくちゃ癒された。これからもファイトです。今日も明日もいけんくて悩みます。かずやかのこと、これからもずっとずっと応援していきます。ありがとう。大阪帰るって言ってたな、気をつけてね、ありがとう。ありがとう。はい、続いてあるんだ。おるだおるだおるだだだ、キープ。かずやくん、お疲れ様、おやすみなのだ。おやすみなのだ。何のことか分からへんけど、ありがとう。はい、続いて、ガミガミマオさん。あ、ガミガミさん、お久しぶりです。年始に動画アップされる予定ってありますか、ということで、あります。あります。もうね、恐ろしいことしようと思ってます。ぜひね、来年のドロップドックワークスの活動も楽しみにしててね、ありがとう。はい、続いてりなちゃん。りなちえかたくん、食べなかったりだったらば髪の毛切ってなんとなく可愛くなってしまったかじやくんにキュンなのです。寒かったけどかじやくんの音楽はずっと聴いていられるのです。かじやくんの歌声は癒しだから、かじやくんの音楽に出会えて嬉しみ。これからも大好きなかじやくん、ずっと応援しちゃうからね。いつもありがとう、ピコリンジョ。ありがとう。ありがとうね。はい、続きまして中亀かほちゃん。かほちゃん、かじやくん、寒い中お疲れ様。髪切ってさらに可愛くなっちゃったかじやくん。かじやくんの声はやっぱ癒しだな。かじやくんの笑顔マジずるい、笑ブー、笑。でも、かずやくんの音楽に出会えて幸せの極みなのです。かずやくんの風邪いかないようにね、あとあと、いつもありがとう、ピクリ。ということで、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。はい、続いて、あ、かおるさん、ありがとうね。かおるさん、今日いないね。かずやくん、寒い中お疲れ様です。とても楽しかったです。かずやくんの歌声で寒さなんか吹っ飛んじゃう。あ、レジンありがとうです。綺麗で可愛くて私の宝物にします。カツヤくんって繊細なのね。また新たなカツヤくんワールドを発見ということで、ありがとうございます。あのね、レジン切れてもらえてよかったなと思います。頑張るんでね、応援よろしくお願いします。はい、最後にカンケイさん、カンちゃん、お久しぶり。お久しぶりです。ガチスいいなってことで、ありがとう。ガチスとね、そうそう、毎月頑張ってるんでね、ぜひね、見に来てもらえたら嬉しいなと思います。ということでね、コメントなくなりましたので、明日読むコメントないんで、コメントお待ちしております。バイバイ。コメント返しのコーナーでした。今日の一曲、夜空の列車。たくさんなくしてきたから、僕は今からこさ、いつも消えてしまおうかな。夜空見て目をつぶる。
頑張っていきますということで、ここまでご視聴ありがとうございました。